はい、皆さんおはようございます。オカピー星人です。ここはね、あれです、羽田空港第3ターミナル、2階ですね。オカピー村からですね、3時間20分かかりましたね。途中ね、中央高速の調布から、西新宿ジャンクションまでが渋滞でちょっとまあ参りました。あ、結構疲れたね。フライトが12時なんですけども、今だいたい10時10分ぐらいですかね。時間に余裕があるんで、ちょっと軽く 何か食べてまったりお茶でもしようと思います。いつもの連絡通路です。どうすかね、動いてますかね。まあそこそこお客さんいるみたいですね。はい、時間は10時10分、第2ターミナルですね。どんな感じ、そこそこいるんじゃないですかね。なんだかんだそこそこちゃんって感じですよ。そこそこちゃん、はい。1階にあるタリーズですね。いつものパターンです。さあちょっとまったりしましょう、疲れたから。はい、タリーズです。エスプレッソのダブルと、卵サンド。ここでちょっとまったりします。はい、どうも。はい、保安所を通りましてね、今は11時12分か。はい、11時12分ですね。で今日の、機材はこれでございます。ボーイング767ですね。これもそろそろ引退なので、私のね結構好きな機材なんですけど、これね、シートレイアウトが232とね、非常によろしいございます。はい、なんかね結構ね操縦が難しいらしいですよ、これ。なんかね車輪の出方がちょっと、ね、特殊らしくて、着陸が難しいって言ってましたね、プロ曰く。はい、しばらくお待ちください。はい、改札通りました。行きましょう。はい、いい天気です、ね、どうも。意外と後ろだよ。24系。ここやね。はい、座席レイアウトは D32 のね。翼の上だね。はい、行ってきます。伊丹空港到着です。ナイスなフライトでした。はい、到着でございます。伊丹空港でございます。ほにょほにょ。はい、上島コーヒーでございますね。これは関空のターミナルの中にあります。はい、はい、関西ガールフレンド会員ナンバー1番ワイピーちゃんです。こんにちは、こんにちは。いや、オカピー選手ね、ちょっと飛行機乗ってね、なんだろう、あれですよ、あ、
気圧の変化とね酸欠でちょっとおかしくなったので、おかしくなったらカッコンととりあえず飲みます、後でね。でいつもここで、フライトの後はワイピーちゃんとお茶をしてまったりするんでございます。ワイピーちゃん何？あれ飲み物ないの？コーヒーね、入れてくれるの？あ、これからか、うん、本当に私はレモンティーホット、はい、久しぶりやね、うん、はい、どうもおかぴーちゃんです。天王寺に来てます。天王寺ね、はい、8時までね、今ね、はい、焼肉ホルモン文吾です。さあワイピーちゃん行きましょう。はい、行こう。今は食べ放題です。ファイヤーですか？ファイヤー、はい、いいね、ワイピーちゃん焼肉、大阪焼肉クラブね、今年初だね。今年初、うん、ここも初めてだね、ブンゴちゃん、ね、どうでしょうか ね期待マックス B、はい、ドハー回るよ回る、まだ飲まだ酔ってないけど、ワイピーちゃんそれ何、これエビス、ブンゴさんのグラスのエビス、何それ、いや、エビスね、そうだね、はい、どうも、閉めるわ、聞く、8時前だからさ、うん、ね、そう、聞くわ、失礼いたします、ライトのストーリーでございます、ぐっちょーん、はい、おいキムチ、きゅうりでございます、と、はい、ワイピちゃんの大好きなナムール、ワイピちゃんのナムール星人ですか？ナムール星人、あとライスも食べるんだよね。そう、さすがやね、小やけど結構ありますね、嬉しい、中ぐらいあります、本当にありますね、はい、あとお肉を待つだけです。はい、なんかね、希少部位みたいですよ、火打ち、キウチってなんかカルビに近いって言ってたね、サシが入ってどう、いい感じ、霜降りって言ってたから、ああ、じゃあそう、上ハラミ、ああ、上ハラミ来たね、来たね、はい、上ハラミ待ってました、あ、はい、大統領待ってました、さあ、役のワイピちゃんの係だから、もちろんやってください、はい、焼いて火の強さはね、加減してね、結構一瞬かもしれないから、あ、ちょっと湯沸きして、あ、余熱でも焼けてるか、おーっと来たよ、おー、千枚刺しです、千枚刺し、どうだろうね、このちょっと食べてみようか、うん、タレがね、おかげうるさいから食べるよ、おかげさん、一瞬早いですよ、はいはい、食べていいよ、俺ちょっと今千枚に集中してくる、どうかな、タレがね、タレが命だ、うん、うまいよ、うまい、いい感じ、焼けてきた、はい、できました、はい、なんだっけ、ひ、ひ、ひうち、ひうちさん、ひうちさん、どうぞ、ちょ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 、うん、カルビと赤身の間みたいな、軽やか、軽やか、いい景色や、これレモンかけちゃう、うん、千枚も美味しい、タレもいい、いいんじゃないこの店、なかなかバランスが、あとあれ来たね、常味の、ね、常味のも焼いて、はい、焼いてください、どんどん、焼き具合だからね、割と、はい、はい、上ハラミですね、どうでしょうね、上ハラミマニアのオカピー選手としてはおほほほほって感じですけど、どうかね、うん、やっぱハラミうまいわ、ハラミって美味しいよね、ハラミ追加しようかな、
はい、上身のですね。下身のって見たことないよね。上身の炊けましたね。これはよく焼いた方がいいです。このコリコリ感がね、コリコリ感が十分。追加来たね。ええやんね。はい、ハラミ追加しました。ジョアラね、食べてるだけじゃなくて、ライピーちゃんとね、いろいろお話もしてますよ。ね、いろんな日常の話とかお仕事の話とかね。オカピーちゃん聞き上手。一応関西あのガールフレンドナンバーワンワピーちゃんですよ。そうそうそう、オカピオカピ軽く飛行機でヒュンってくるから軽いから。はい、どうも。焼肉さっきね、よかったね。ワイピーちゃんと2時間に来ましたけど、8時終了、本当は7時50分終了だね。でももうラストオーダー、間に合ったね。間に合った、もう本当に一品頼んで終わり。はい、はい、どうも。はい、いやでかいねこの芋ロック。何これ、やばいよこれ。それ何、本当に。じゃあ乾杯しよう。はい、二次会でーす。嫌な時代だよね、8時で終わりなんて。遅ぎです。嫌な時代。あとなんか一品ずつ頼んだんだよ。俺はイカなんだっけ、ゲソ天で。ワピじゃないんだっけ、枝豆。あ、枝豆だけすごい。どうか、もうかんねえ。もうちょっと頼もうかな。もう終わっちゃった、大丈夫。ドビューンとワイピーちゃんね、あまりにもこれじゃ広いから、これはお通しやで。あ、これもお通しや。あかんね、もうちょっとお金落とさないと。じゃあ殺し頼みました。本当はマグロの刺身を頼んだらあかんね。ほんま本マグロもう食べられへん。ドサーとうるさいって。はい、この裏で流れてる、なんだろうね、昭和歌謡みたいな、なんか和田アキ子の変な。はい、天つゆまんちゃんとついてますよ、あったかい、これゲソ天です。ワイピーちゃんどうぞ。なんか想像以上に良かったね。食べてください。はい、ありがとうございますね。ゲソ天、ゲソ男のおすすめのゲソ天。はい、7時50分でね、締めらしいですよ。非常にこのね、嫌な時代ですよね。これなんか意味があるんですかね、こんなことやってね、コロナに ね意味ないでしょ、ね、意味ないって言ってごらん。ピッピッ。はいはい、皆さんこんにちは、オカピー星人です。今ね、伊丹空港で、保安所を抜けてこれから搭乗するんですけど、時間は今11時19分12時の便に乗ります。こちらな。はい、東京行きの機材は、ボーイング787ですね。最新鋭のやつですね。はい、天気はね、曇りです。外は寒いですよ、すごく。はい、はーい、乗り込みよー。どうも。いらっしゃいませ。何番だっけな、29だっけな。29A。こっちか。29A。ここだ。29A ここですね。はい、窓際です。ベルト着用作業の練習、並びにお座りの間は常にシートベルトを締めください。 Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. 外す場合は必ず In the cabin, including in the aisle and lavatory. 次に非常用設備をご案内します。 We will now explain the emergency equipment. 酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。Oxygen masks will drop down when necessary. マスクを強く引き寄せ、鼻の口に当てて呼吸してください。 Hold the mask firmly
田空港到着です。ナイスなフライトでした。最新鋭なので気圧の調整もね良かったのでとても楽なフライトでした。到着は第2だったんですけども、第1ターミナルの方に行って長崎ちゃんぽん食べようと思います。はい、ちょっと歩きます。はい、やってきました。リンガーハットプレミアムですね。皿うどんです。はい、皆さんどうも。羽田空港から車で高速を使って1時間で、まあ、これ東横インですね、東横イン秋川に来ました。早く着きましたね。空いてました。で今日はねこれ15時かにチェックインして明日の朝までまったりします。で明日ねクリニックに行く予定があるんで朝今日はここに泊まります。どうもお疲れ様でした。